スマートメーターは電力をデジタルで計測して通信機能を合わせ持つ電子式電力量計である。従来のアナログ式誘導型電力量計は内部に配置した電流コイルと電圧コイルがアラゴーの円盤の原理より円盤を駆動して回転力を発生させてメーターを更新した。電子式電力量計は電子回路の電圧電流レベルに変換する入力変換部。 乗算回路、電力に比例したパルスを発生する積分回路、分周回路、パルスをカウントして表示する表示部から構成される。電圧と電流の乗算に乗算機を用い、アナログ乗算方式とデジタル乗算方式に区別される。電子式はネットワーク化してスマートメーターになった。同様のインフラストラクチャーである都市ガス、プロパンガス、水道の計量をメータも、 ネットワーク化が可能で実証実験が行われている。東京都水道局、東京電力ホールディングス、東京ガスは東京都中央区春海五丁目地区をモデルケースとしてスマートメーター実用化に向けた実務協議会を2016年2月2日に設置した。水道メーターは網とも称されアムールはスマートメーターに区別される。経済産業省はスマートメーターを スマートグリッドの要素としている。家庭で太陽光発電した余剰電力をスマートグリッドで活用する政策は原子力発電の出力調整困難を補填するとされる。日本とアメリカ合衆国は推進しているがヨーロッパは家屋構造などが影響して普及は局地的である。オランダは政府が設置義務化を検討して アムステルダムを中心に設置を進めたが、プライバシーとセキュリティの問題から消費者が反発して、選択制となった。人口密度が低いスウェーデンも導入したが、バッテン、ホールのスマートメーターの7割は PLC で、通信して、無線通信は利用していない。2011年に、東芝がランディスギアを買収した。東芝は、東電と同様に、 ゼネラルエレクトリックとの関係が深い。2012年に大崎電機工業がシンガポールのスマートメーターメーカーである SMB ユナイテッドを国会社化し、富士電機が日米発車でスマートメーター用無線通信の企画認証団体を設立した。日本国政府側は電力需給の安定化を目標にしており、2014年4月1日に 施行されたエネルギーの使用の合理化等に関する法律の改正でスマートメーターの導入と電気の需要の平準化を促す料金メニュー等に関する計画を作成、公表することが規定され各電力会社はスマートメーター導入の導入計画を公表している。スマートメーターの世界市場は2009年に7600万台だったが2015年頃には 約3倍に当たる2億1200万台に達すると予測されている。ありがとうございます。